はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい。ねえ、よかったですね。もう柴崎も体に気をつけながら、今日もね、外の仕事をちょっとやってしまいました。さて、今回も柴崎が独断であなたの作品を見てお直しするのコーナーの始まりです。はい。さて、今回はどなたの絵に出会えるかな？では早速、抽選に入りますよ。はい。いつもの柴崎手作りの抽選箱です。これがいっぱい入ってんだよね。はい。では早速抽選です。ラッキーなあなたは誰かな？こっち側だったのかな？49番です。さて、では49番の方ね、どんな方でどんな作品を送ってくれたんだろう。ちょっとパソコンで調べてみますね。はい、ありました。ね、ありました。はい。 ね、いいね、素敵ですね。カナダの20代の男性の方です。どうもありがとうね。使った画材はパステルだそうですね。これをね、セルフポートレートって言うんだから、まあ、自画像でしょうね。はい。ほら。ねえ、いいですね。楽しみだな。自画像だから柴崎似たように描けるかどうかわかんないけど、まあ、とりあえず柴崎も頑張ってみたいと思います。はい。この作品ですね。カナダの方の自画像だそうです。ね、パステルで描いたというふうに書いてありますね。もう真正面からこう堂々と描いてるんだよね。それはすごくいいかなと思います。ね、色もこうたくさん使ってるし、こうね、肌のところになかなかブルーやグリーン使いにくいと思うんだけども、それを使ってくれてるんですね。お目目なんかもね、こう、光った感じ？ね、雰囲気よく出てるし。それぞれ顔の特徴、出てんのね。ここのヘアスタイルの髪の毛のとこだけ鉛筆書きで何も塗ってないんだけど、髪の毛の色どんな色なのかな？何か塗ってくださくれてもよかったような気がするんだけど、何か塗らなかったり、そういう特別な考えがあるのかな？まあそうだよね。とにかく、この肌の色をね、今いろいろな工夫がされていて、そして顔の各部分のパーツなんかもね、しっかり描けているっていうところは非常に良いと思いますね。はい。では問題点としては、多分これ、こうやって影を描いてあるってことは、こちらから光が当たってるってことなのかな？そうだとすると、少し、ね、もう少しこう日向と日陰っていうようなことが出てくると、もうちょっとこの顔の立体感を出せる。それから、もしこう、ね、真正面が正対して描いてるんだとすると、目の位置が少し上の方にありすぎるかなと思いますね。ここが頭のてっぺんだとすると、ちょっと見えないかな。ここら辺がね、これ鉛筆で書いてあるでしょ、これ。この辺が頭のてっぺんだとすると、こうでこう測ってみるとね、少し目が上かなっていう感じがするけどね。さあ、あと、こう塗ってないから、このままでいきましょうね。さあ、じゃあ、これ見てみますね。はい。それで、まあね、この方のね、お顔に柴崎に似て描けるかどうか分かんないけども、何で描こうかな。何かあんまり当たり障りのない色で始めてみましょうか。まずですね、お顔、この辺でいいかな。こうで、そう、男性だからもう少し首を太く描いてもいいのかなと思うけどね。
どうなんでしょうか。それで、まず基本形が書いちゃいましょうね。まあ、整体してるから、多分この割合かなと思いますね。それで、耳を書いてないんだよね。耳を書いてない。この上に髪の毛が乗っかった状態で書いてるんだ。どういうヘアスタイルだろう。こうかな？ん？ここが、こうなっていって、このくらい？こんな感じですかね。ね、この生え際がなんかもう少しこう、置かれた方がいいかな。こうで、こんな雰囲気か。こうなって、こうなんだね。こうなってた。こんなお顔かな。で、ヒカキがこう来てるんだね。こうだ。目が少し釣り上がってる。ま、あんまり似なかったらごめんなさいね。こんな雰囲気か。はい。顔の基本的な色塗りましょうか。じゃあこれちょっと塗っちゃいますからね。はい。で今度は少しピンク系の色をね、のっけてみましょう。こうだよね。こう塗ってから手で伸ばしてんのね。はい。じゃあピンクをのせましたので、少し伸ばしてみましょうね、絵の具ね。こんな風にやってるのね。こうなんだ。はい。こうやってるとね、色が落ち着いてきますね。さあ。で、こう、ね、暖かい色をのっけてきたんですけども、で、今度は日陰でね、こう、ブルーやグリーンの色を使ってますので、これを見ると、先ほど言ったように、こうだから、こっちから日陰、日向ですよね。こちらに日陰を描きましょう。そうか、こんな色を使ってるんだ。じゃあ、まず少し明るめの、ね、ブルーでいきますね。まず、鼻のこっち側からまあそうですね、ここの面もね、少し全体にこう感触でこう塗っておいてもいいんですね。ここへこみですので、からここですね、眉間のところからね、こうやって描いてるんですけど、ここら辺ですね、ここですね、日陰の面ね、こう見てますよね。こう大変いいと思います。こうですよね。こう。それからここですよね。この鼻の下の影と、こうなんですね。暗さ。そして顎のここの影と、でこの首に落ちる影。はい、そうしたらじゃあちょっとね、赤の色でほっぺのあたりに色入れましょうね。大変いいですよね。これってやっぱりこの柴崎いつも言うんですけど、血の色ってのはとても大事なんですね。こんなところも少し入れて、ちょっと刺していきましょうね。はい。ではまた伸ばして。はい。
で日陰と日向と日向と日陰と地の色ですね。はい、たらじゃあこの方がやってるようにまたグリーンのような色を足しましょうか。はい、こんなんですね。さあこうやってね、こんなとこ首の下しっかりですね、これしっかり強く塗ってですね、ここの顎の形をしっかり作っていきます。こうかな、これもしっかりこう暗くするといいですよね。何かあとどんな色入れるかな、ちょっと紫のような色も入れてるのかなですね、こんな色も入ってるのかな、こんなとこですね、こう入れてんですよね。こうやっていいと思いますよね、こう日陰のとこにこう紫系の色を出していくですね、非常にいいと思います。ね、こんなとこもこうちゃんと書いてますね、こういうとこもね。うん、こういうとこですね、ここら辺の髪の生え際あたりなんかも暗いとこも書いてるのね。それでここのとこをこうか、はい、まあここのね髪の毛の多分こうやって暗く描いてるのはここに髪の毛が来ていて、その日陰をここの日陰をこう描いてる可能性もあるね、ここのとこね、こういうことなのかしら。でまたここをしっかり描いて鼻の下ですね、それで目を描く。目は大変いいですよね。まああのそっか、ここのとこだけブレにしようか。この白い瞳の部分ですよね、白い瞳っていうか眼球の白いとこね、こうやって上側と側面、上側と側面というふうにですね、少しこう影の色を入れるといいんですね。こうやってそれで下のところも塗ってるんだ、ここね、ここのところ少しこう色入れてるのね、ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はねチャンネルメンバーシップをやっております。メンバーに、ね、なっていただきますと、柴崎の作品の、ね、データを、ダウンロードできたりね、また、少人数の、ね、ライブ配信に参加できたり、もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるという、ね、ボタンをクリックしてみてください。さあ少しね色を入れてきましたので目を描いてみようかな。ちょっと、暗いアンバーがないので、じゃあ黒で描きますね。そうですね、目はとにかく大変上手に描けてると思います。ここね、こうやって描いてまつげなんかこう描いてるのね、はい、そして瞳がこう上にね、このまぶたにかぶさるようにして、でここにハイライトを作ってこう描いてんだよね。うん、こんな感じかな。
あんまり似なかったらごめんなさいね。そして、まあこちらも同じですからね。じゃあこちらは同じこと書かない、これですね。はい、書かないしましょう。これこちらですね。それで花を書いて、こう書いて、あ、こうか、これですね。これも こうない、うん、もうちょっと強弱つけてもいいんだよね。こうちょっと弱くしたりして書くと、まあもうちょっといいのかなと思うけどね。こうやってこんな感じですね。ちょちょちょっと、はい。それで口ですね。口はね、こう上唇を細く、暗くですね、こうやった、少し笑ってんのね。こう口角をちょっとこう上げてるんだ、このとこですね。それで、下唇が厚くて明るく、じゃここのとこ伸ばしますね。あんまり赤くすると唇につけたみたいになっちゃうね。イエローかとかね、そんな色を足しましょう。こんな感じかな。そして、グリーンがいいかな。こうね、上唇を細く暗く描いて、でここのところをぐっと暗くですね。よいしょ。でここの下を暗く描いて、これしようかな。ね、こういうふうに唇がこう尖ってんですよね。こういうとこなんかよく観察してると思います。もうちょっと目開いてるかな。こんな感じになってる。もうちょっとこっちが光った方がいいね。こっちを。このくらいかな。そうですね、ちょっとハイライトの位置がごめんね。 こっちがこれがハイライトですね。ここがハイライトで、もうちょっとはっきり描きましょう。で、何色したのかな。うん、こんな色してるんだ。じゃあこんなんでいいわね。こっちが明るいんですよね。こういう眼球の感じよく観察してますよね。こんな感じかな、ね、もうちょっと眉毛上がってるかな。眉毛がもうちょっとキュッとこう上がってるかな。ここね、修正すります。こうしてここなんかもはっきり見えるのね。こうやって見えるんだ。それでこうなっていて、一旦こう色がね、乗るとこう、調子って作りやすいですね。なんか少し赤い色を使ってるな。ねえ。こんな感じでも使ってるのね。
唇の側面ですね。それで唇の上の面、よいしょ、こんな感じ。それからですね、少しこんな感じですね。こんな色入れるとね、真っ赤な顔の色が少しこう中和されてきて、何か本物の色っていうかですね、うん、いうふうには見えますね。こんな感じかな。ここも入れましょうか。どうだか、どうかな。どう？もう少しおでこは広い。そして、最後にこうね、光ですね、光を加えて、こんなところも少し明るいかもわかんないね。こんなところですね、似たかな似てなかったらごめんね。まああとね、髪の毛がこうなんか少しこう かれたら、まあ、もう少し面白いかなとは思うんですけどね。はい、ね、いや最後にちょっとね、目のあたりを少し強調して、はい、出来上がりです。はい、出来上がりましたよね。よいしょ、はい、マロンちゃんがアトリエ住みで今お手洗いしてますね、音がしてるでしょ。まあこのね、バセの扱いは大変良かったんですよね。まあ光とかけてもう少しこう立体的とかね、顔のバランスとかそんなお話しながら直してみましたね、参考にしていただけたら嬉しいです。さあ、このようにね、まあどんな画材でも、どんなテーマでも、ね、柴崎、お待ちしてます。ぜひ、私も、と思う方は、この動画のね、紹介欄、応募の URL を貼っておきますので、そこちらからお願いします。ただし、お一人一点ですよ。そして、オリジナルの作品、待ってます。今回もね、ね、この素敵なパステル自画像、評価は最後にね、発表しますので、ぜひお楽しみに。ということで、今回も長い時間ね、見てくれて本当にありがとう。また次回、あなたとお会いしたいと思いますね。はい、それまでお元気でね。はい、ありがとう。